皆さんこんにちは、ふみやみのふみです。はい、今日から食事 Vlog を撮っていきたいと思います。久しぶりで、なんか食事 Vlog 前回撮った時もふみもあみもうどんだらけやったみたいな出来事起きたやん。じゃあ私らほんとうどんが好きで、いつもうどんばっか食べちゃうんですよお、大丈夫か。なので、今回は今ゆるくダイエットしてるんですよ。ちょっと痩せたいなと夏に向けて思い出してゆるーくダイエットをしてるので、そのダイエット中の食事を見せたいと思います。こちら数の子と卵かけご飯にしました。大葉とだし醤油が入ってます。ノアも一緒に朝ごはん食べてます。今日は今からポップアップなんですよ。金曜日なんですけど、この卵すごい黄色い。ポップアップやからちょっとお昼どうなるかわかんないんで、朝はしっかりめに米食べようかなと思ってます。うまい。なんかヨーグルトとかダイエットやから食べたかったんやけどなくて、なんかそっち系も買いに行きたいな。最近ダイエット始めてから朝ごはん難民です。朝ごはん何食べたらいいか分からへん。前まで一緒にノアとパン食べてたんですけど、なんかパンはあんま良くないんかなとか思って、ふるさと納税でさ数の子頼んでて、数の子好きすぎてちまちま食べてます。引っ越したんですよ。また詳しく載せますね、お家は。ノア、お口動いてないよ。お口が動いてません。 YouTube ばっか見てる。ノアの歯痛かったんだって。歯痛い、歯痛かった、歯痛かったから止まったの。そうなの。食べてください。というわけで、じゃあちょっと私も食べ進めていきます。今日から撮っていきます。イエーイ。今日はポップアップなんですけど、今アミとランチに来てます。私はゆるーくダイエットしてるので、今日はパワーサラダランチにしました。最近ここのサラダランチにハマってて、ただちょっとお値段高いんやけど、なんか気持ちいいよね。わかる。空間がね、空間も広いし席もゆったりしてるから、なんか気持ち的にお気に入りです。コーンスープ、パンパンはさダイエットやからやめとこうと思ったけど、ランチについてたんで食べますスープ美味しい。コーンスープ、なんか本日のスープがコーンスープの時の得した感あらへん。わかる。本日のスープはコーンスープです。コンソメスープとは全然ちゃうな。ね、じゃーん、私のランチ来ました。サラダです。ローストビーフ付き。このフルーツがやばい、めっちゃテンション上がる。じゃあ食べていきます。いただきます。ドレッシングが美味しいよね、うん、このフルーツが入ってる系のサラダってさ、フルーツ食べるタイミング悩むよな。うん、最後に食べちゃう。でも途中で食べたら美味しくない？ドレッシングとフルーツの組み合わせも最高ちゃう、うんうん、うまっ。結局こういうサラダランチのサラダってカロリーどうなんやろ。米とか食べるよりは低い。うん、そりゃそうじゃん。でもなんやかんやドレッシングとか、そうやね、なんやかんやドレッシングとかさ、うん、味付けで、うん、じゃあ食べていきます。こんばんは。ポップアップ終わって今ダイエット中なんですけど、ご飯食べに来ました。ゆめも一緒に来ました。ポップアップ皆さん楽しんでくれたかな、ね、焼肉です。焼肉です。まだ肉ありません。しかも飲んでもうた。もう禁酒も考えてたんやけど、ポップアップ終わり最高です。
ね、最高やな。米は食べずに一旦ゆるくダイエットなんで、米は食べずに肉とナムルとか食べようかな、そうしたいと思います。こんな感じで食べてます。食べてます。一緒だけど肉をそんな受けないで、そうやんな、なんか健康的な肌にもよく、確かに最近肉ってあんまそんな食べてないかも。普段から肉よりなんかうどんとかが好きやねん。だからあんまり、うどんです、太るからね。ドアまだあるから大丈夫。あ、なんかドア熱いやつ食べないから今日持っていこう。うん、ここから私たちが食べる。何があれ、冷めたの、ね、カルビ好き。うん、カルビ好き。あんま意味は苦手ない、油好き。じゃんこんな姿、ご飯食べて家帰ってきてゲームしてます。めちゃくちゃ普通に負けてます。何歳じゃった今。今3歳です。3歳に負けてます。で、あれを飲んでたのを思い出してさ、撮りたいなと思った。あ、はいはいはい。これスタバの新作コーヒーミルクフラペチーノ。うん、うん、美味しい。これめっちゃ甘めやな。うん、甘め。全然ダイエットできてないじゃん。今日は許すデイ。飲み物の甘いものってオッケーと思ってるかって。これはカッコでこいつ。よかった。イエーイ、おめでとうございます。はい、2日目です。食事 Vlog 2日目、今日もポップアップなんですけど、ポップアップでもらったこのカリカリ梅食べたいなと思って、今朝ごはんやね、冷凍ご飯チンして。どうやってやったらこれさ作れるの。お皿を使いたくないので、さっきちょっと用意して、今息子をじいじに送ったところなので、まだ化粧とか完成してないんですけど、お腹が空きました。わっ、あ、待って、しっとり系や、最高。なんか洗い物出したくないからこんな感じでやったら余計時間かかるみたいなオチになりそうな予感。あとこれも食べてみたいなと思って、昨日買ったんですけど、奈良漬け、奈良漬けって食べたことなくて、なんか会社の近くに奈良漬け屋さんがあって、なんか外装も内装もおしゃれで気になってたんですよ。あんなおしゃれに奈良漬けを売るっていうのがなんかもうかっこよすぎて、ちょっと食べてみたいなと思いました。あれ、間違えた開け方ちゃうか、あ、っていうか、あ、よかった。わーお、わーお、酒粕の匂い、スルメ入りらしい。ちょっとお箸取ってきます。まず奈良漬け食べてみるわ。うん、この感じか。食べたことあるわ、確かに。スルメ、うん、うん、米に合う系やね。おいしい、いいやん。なんかお弁当に入ってたら嬉しいかも。ちょっとアクセントになって食べます。うん、うまっ。これさ、うどんにかけてるやん。これダイエット終わったら絶対やろう。いや、そんな感じで続きも食べつつ、今日のポップアップも頑張りますね。うん、みんなも頑張って。はい、今日ポップアップ2日目、2日目です。幼馴染たちがお手伝いに来てくれてます。来てくれてます。今からも働きます。お願いします。じゃあ私は行ってきます。行ってらっしゃい。ポップアップ2日目ランチ、またまた同じお店に来てしまいました。最近4日連続ぐらい来てるじゃん。やばいな、私がダイエット宣言してから。うん、でもさ、もう昨日もここのサラダランチを見せてしまったので、今日はちょっと違うボタニカルカレー、あ、ちゃうわちゃうわ、私はグリーンカレー、うん、朝も米食べたのにな、カレー頼みました。なんか昨日も焼肉やって米は食べんかって、焼肉やから、うん、なんかそれで朝お腹空いて米食べたから、うん、今日は2食とも米食べるから、うん、なんか今日はダイエットできなさそう、うんうん、やるわ、抜ける、うん、でも抜くのも良くないよな、うん、
減ってんの体重は。うん、順調に1キロぐらい減ってた。あ、すごっ。うん、やっぱ減るんや。いや、分からん、でもその便の具合かもしらん。あんまりなんか体重の前後はないんですけど、なんか気持ちの前後はあるよね。体重の前後はなくてもちょっと気持ちすっきり。グリーンカレー、あ、え、今日は鶏肉入ってない。鶏肉楽しみにしたのに。昨日グリーンカレー食べてる人おって、鶏肉が美味しそうやったんです。私はボタニカル、小麦粉もバターも一切使ってないカレーやって。え、めっちゃいいやん。No、それちゃんはダイエットかな。確かに。でもグリーンカレーが食べたいって言っとったよ。アミは食べ物系 YouTuber、 食べ物系インスタグラマー。食べ物の方も好き。ほんま撮ってる。いつも物撮りに人生かけてますこの人。でも全然使ってへんのにな。なあ、それだけ。 iPhone15 Pro に変えたんです。めっちゃ綺麗。変えたてってめっちゃ写真綺麗やのにさ、どんどん汚くなっていくの。なんでやっぱ風呂とか持ってってるからかな。あー、曇るってこと。食べるぜ。どう？おいしい。野菜の甘み食べれる。待って、後で食べるわ。この先野菜から食べないと眠たくなっちゃうから。野菜の甘みがすごい。うん、ヤギです。私グリーンカレー好きやねん、ココナッツ風味。一口食べよう。グリーンカレー多分苦手やね。うまっ、うん、大人には分かるグリーンカレーのうまみ。まだまだ君は時だよ。うわぁ、どう？違う？全然あかん。嘘やん。辛っ。んで肉食べていいで。いや、いいよ。じゃあアミのボタニカルカレーいただきます。めちゃくちゃ辛いグリーンカレー。結構トマト効いてる。邪魔ない。うん、甘い。野菜の甘さじゃない。甘い甘い。美味しい。どっちも美味しい。何？グリーンカレーめっちゃ辛いやん。え、辛いよな、うん、この辛さがいいやん。癖になる。うん、甘みもあるしな、あれのココナッツのさ。うん、うまい。そんな感じで今日も食べ進めていきます。また夜に。はい、ポップアップ2日目の夜ご飯。お昼がさ、あれ食べてもうたから、ボタニカルカレー。ほんまは今日はなんかサラダとかにするべきなのか、もう抜くべきと思ってたんやけど、なんかエネルギー的に食べたくてこちら作りました。これ何って、あのミルフィーユ鍋電子レンジ版。ミルフィーユ鍋ってか、もう白菜やばくてさ、だいぶ古い白菜やねんけど食べれるかな、心配。あ、いけんな。とろとろ、おいしい。なんかさ、白菜冷凍したらめちゃくちゃ柔らかくなるやん。繊維がちょっと死ぬというか、そんなぐらい柔らかくなってたんやけど、おいしいです。おいしい。白菜古くなった人、これやって。もみじおろしってなんでこんなおいしいの。大根おろしも入って、もみじおろしも入ってるから。お茶はこちら。ポップアップの残りお茶、ストロー入れてくれてね、ありがとうね。みんなこうやって名前も書いて、こんな感じで名前も書いてくれてるんです。感謝ですね。ノアがさ、まだ帰ってなくて、ジージのお家におんねんけど、だからさ、あの一人の夜の YouTube 撮ってんね、今ちょうど。で YouTube も撮って、今ご飯の YouTube も撮って、だからこの映像2回出てくるので、皆さん動画自体は違うんですけど、覚悟しててください。で朝も食べてた奈良漬け。これもなんか健康な味する。あ、てかうちの旦那とか奈良漬け食べれんのかな。食べてもらいたいな。何これとか言いそうな。おっぱエゴイルボン、クゴ漬物があってもうデモゴボルレ。
日本のトラディショナル、トラディショナル。じゃあ行きます。どうですか？味噌の味がちょっと強い。あ、いけるんや。ね、いけるけど発酵っぽい味。もうちょっと味噌が弱かったらいいなって思って。意外。なんでこれ結構無理な日本人多いねって。アミとか食べられへんかし。あ、でもアロアジアけど、マグで。マジ酒かす、酒かすやで、お酒のかす。それマンドって。あ、でもまあ味噌の味やな、私には。まあ、そういうことです。あ、チャンコクちゃん。もんで韓国の料理ってチャンコクちゃんってあるね。いや、それもめっちゃ苦手な人めっちゃ多いけど、あの味と似てる。あー、へぇ。だからチョンコクちゃん、いける人はこれもいけるかも。やっぱ好き？チョンコクちゃん、これご飯と食べたいと思う？あ、私のアンクルがチョンコクちゃんお店やでって。うんうん、これあ、ご飯と。うん、あ、さすがこれはないかも。はい、ポップアップ3日目、今日のランチでーす。サクトでーす。こんにちは。いとこの子供です。そう、ダイエット、ダイエット中やね、今、ちょうど。あ、書いてたよな。え、そう、それでダイエットランチとかご飯を今載せてんねんけど、今日はいとこが遊びに来てくれたからお昼ランチ外に出たんで、今日は米田です。私はナポリタン。ね。ベイビー、何ヶ月とか。かわいい。かわです。ポップアップやったらさ、5ヶ月。みんな会いに来てくれるから嬉しい。ビーフシチュー初めて。なんか太りやん。うどん、パン、麺とかを避けてて最近。今日はじゃあなしね。うん、チートデイ。うん、おいしい。だってずるいよ。おいしいです。あれを今日は持ってきた。ポップアップ終わりました。お疲れっす。ポップアップ終わりの今日の夜ご飯、タッカンマリをウーバーしました。タッカンマリとこれソース、これからし入れんねんけど、あれニンニクあった。ニンニクも入れん。明日なんもないし入れようかな。でまだちゃんと使ってないんやけど、キムチ今作ってて。で私は頼んでないけど、サービスでこのボンボン、5回目のご注文ありがとうございますって書いてた。今回も注文したのね。あっかん、眠い。やっばい。いや、土日が普通に仕事っていうか、まあイベントやって、また明日から普通に平日と思うと疲れが取れなさそう。しかも来週は関西コレクションがあるから、リハーサルがあったり忙しい。じゃあ食べたかった鶏肉、昨日から食べたかったな鶏肉、こういうちょっとブリンとした鶏肉が食べたかったんです。ありがとう鶏肉さん。うん、うまい。米はやめとくわ。あ、今日もノアはジージのお家に今はいます。多分夜お風呂とか全部終わってから帰ってきます。それまで一人でのんびりさせてもらってる。感謝だね。でもこれ食べたら家事終わらさ。まだめちゃくちゃ浅漬けの大根。うん、浅いね。あ、でも辛いな。じゃがいも、あんまりじゃがいもって好きじゃないんよ。特に丸々系、ホクホク系。お餅、トッポギ、トッポギも入ってます。うまい、うまい。眠い。改めて食事 Vlog を撮ると思うのが、面白みのないご飯を食べてるなっていうのと、まあ、今回ダイエット編やったこともあるんですけど、なんかあんまりほんまにたくさんの種類のもの食べれないから、なんか映えないなっていうのでした。YouTuber がしてるさ、新作全部食べてみたみたいなとか、ミスドの新作みたいなとか絶対無理やもんね。
なんでみんないっぱい食べれるの、あんな。マスドは2個食べれたらいっぱい食べたのって思うかも。美味しいねんけど飽きんねんな。卵かけご飯さえもお茶碗いっぱい食べてたら最後の方飽きてくるんやけど、分かる人分かる、分かる人おる、絶対おるよな。若干マリもちょっと飽きてきたで。今まだまだ全然残ってるけど、まだこんなに残ってるけど飽きてきた。味変しな食べれなさそうなんですが、楽しかったな。やっぱ人と喋ったり会うの楽しいな。疲れたけど楽しかった。遊園地とかもそうじゃない、疲労感やばいけど楽しかったなってなるよな。飽きたからダイエット中やけどこれ飲むわ。おと出てくんで、見た封筒か。あ、味変になった。ちょっともったいないからお肉は食べよう。お肉肌にも良さそうよね、うん、このプルプル系のお肉は。あかん、食べたら寝てまいそう。家事しなあかんのに。一口でいったで。はい、そんな感じでちょっとゆるゆる食事 Vlog だったんですけど、皆様見ていただきありがとうございます。ほぼ寝てます。また明日からね、いつも通りのお仕事ワークが始まるので、お仕事ワークってワークワークやん。お仕事が始まるので、お仕事ウィーク、うん、お仕事ウィークが始まるので、また食事 Vlog 撮りますね。おやすみ、バイバイ。